皆さんこんにちは。今回は井上尚弥選手とルイス・ネリ選手の世界4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチにまつわる興味深い話題についてお伝えしたいと思います。まず5月6日に東京ドームで行われた井上尚弥選手とルイス・ネリ選手の一戦は第1ラウンドから激しい戦いとなりました。井上選手はネリ選手の左フックを浴びてプロ初のダウンを喫しましたが、第2ラウンドでは見事に盛り返しカウンターの左フックでダウンを奪い返しました。ネット上ではこの熱い展開に大きな盛り上がりを見せました。試合後リング上で、自分自身すごいプレッシャーあったんですけど、皆さんの力が僕のパワーになりましたと観客に感謝、加えてネリにも感謝の意を示しました。90年2月の元統一ヘビー級王者マイク・タイソン、ジェームス・ダグラス戦以来約34年ぶりとなる東京ドームでのボクシング興行で日本人初のメインイベンターを務めました。今や世界ボクシング界から注目される井上選手が所属ジム設立30年、自身の世界王座獲得、 WBC 世界ライトフライ級王座から10年という節目で迎えた第1番を勝利で飾ったのです。井上選手は、自分が初めて世界王者になって10年、東京ドームで試合ができるのは何かの縁だと思う、ジム設立30年に東京ドームで試合できることも感慨深い、必ず成功させなければいけないという思いはいつも以上に感じる、自分自身に期待したいと胸を躍らせ東京ドームのリングに立っていました。挑戦者は17年8月と18年3月の2度、元 WBC 世界バンタム級王者山中慎介と対戦したネリでした。山中との2戦ではドーピング違反と体重超過で騒がせ、悪童と言われていた存在、今回は WBC 規定の事前計量、1ヶ月前、14日前、7日前をクリアし、前日計量もリミット 55.3kg よりも 500g 少ないウエイトで一発クリア。井上戦決定後も5ヶ月間かけて母国メキシコではなく米テキサス州エルパソで調整、5、6度のドーピング検査を受け、過去にないリアルネリとして来日してきました。2度目の山中ネリ戦は会場で視察していた井上選手でしたが、冷静そのもの、今回の戦いは自分対ネリ、過去の因縁を持ち込まないように戦うと集中力を研ぎ澄ませていました。結果的に勝利を手にした井上選手でしたが、ダウンした瞬間はさすがに驚きましたね。実はこの試合の井上選手についてある人物が試合前に興味深い発言をしていたのです。その人物とは亀田三兄弟の父で、三男和樹選手のトレーナーを務める亀田史郎氏です。史郎氏は YouTube チャンネルで、俺の予想はネリの勝ちですわ、井上が嫌いやからとか、そんなんじゃないで、俺もボクシングど素人よりはわかるからと断言。さらにネリは今回捨てるものがない、とにかく勝ったらえげつないことになるというのはわかってるから、こいつは人生を全部かけてきよる、だから俺は今回食うてまうんちゃうかと、俺の予想は食うてまうでと、ネリ選手のモチベーションの高さを強調しました。その理由として、息子の亀田大輝選手が網膜剥離で引退した過去が関係しているのではないかと思われます。大輝選手は2017年6月のメキシコ合宿でのスパーリング後、左目の視野が真っ暗になり緊急帰国、病院で左目網膜剥離と診断されました。医師からは失明しなかったことが最高の結果と言われ、引退勧告もされましたが、諦められず計3度の手術を得てリングに復帰しました。しかし再起戦では無念の判定負けとなり、現状のままボクシングを続けることが危険と判断し引退を決意したのです。以上のことから亀田史郎氏は井上選手の体調を案じており、唯一井上選手の網膜剥離に気づいているのではとささやかれています。網膜剥離は自覚症状がなく、知らず知らずのうちに
進行している病気だとも言われています。もしかしたら亀田四郎氏は井上尚弥選手の症状を言い当てていたのかもしれません。真相は闇の中ですが、ボクシングでの網膜剥離による引退は非常に多く見られます。井上尚弥選手がこれからも順調な選手生活を歩めるよう私たちは祈るばかりです。ここで井上尚弥選手が初めて戦った日本人ボクサーである佐野勇気選手との死闘を描いた怪物に出会った日、井上尚弥と戦うということという本の一部を紹介したいと思います。こちらにもボクシングの激しいパンチを受けたことによる網膜剥離の体験が描かれています。佐野選手は2011年の秋、プロ16戦目の小野伸選手との試合で額にバッティングを受け、骨が見えたというほど深い傷を負いました。相手の頭が当たった瞬間、顔面に電流が走り青い光が見えたそうです。試合後、練習を始めると突然目の前に小さな黒い点がちらちらと現れるようになりました。右目に蚊が飛んで見えるような感覚で、手で払っても消えない、ボクサーが最も恐れる網膜剥離の文字が頭をよぎったといいます。当時の JBC のルールでは、網膜剥離を罹患したボクサーはライセンス失効、つまり引退となっていました。世界でも日本でも多くの有名ボクサーがこの病により引退に追い込まれてきました。佐野選手は症状に怯えながらも医者に行けばボクシング人生が終わると思い、誰にも相談できずにいたそうです。視界の異変は黒い蝶、赤い蝶へと変化していき、ついには視界が真っ暗になることもあったといいます。もはや一人では抱えきれなくなっていたのです。このようにボクサーにとって網膜剥離は本当に恐ろしい病気であり、キャリアを絶たれる可能性もあるのです。井上尚弥選手の症状については真相は分かりませんが、もしかすると佐野選手と同じような不安を抱えているのかもしれません。最後に、元海外特派員でボクシング解説者の原秀子さんの見解を紹介したいと思います。原さんはボクシングにおける網膜剥離のリスクについて次のように語っています。ボクシングはどうしても頭部への衝撃が避けられません。その中でも特に危険なのが網膜剥離です。網膜剥離は自覚症状に乏しく、気づかないうちに進行することが多いのです。ボクサーは定期的な眼科検診を受けることがとても大切だと思います。もし症状が出たらすぐに病院で見てもらい、適切な治療を受けることが大切です。現役を続けるか引退するかは本人の判断になるかと思いますが、医師とよく相談して決めるべきでしょう。いずれにしてもボクサーには厳しい体重管理や過酷なトレーニングなど様々な苦難が待ち受けています。それでもリングに立ち続けられるのはボクシングへの情熱があるからだと思います。その情熱を絶やさずに自分の健康と向き合っていってほしいですね。原さんの言葉からはボクシングに対する深い理解と愛情が感じられます。ボクサーたちがリングで輝き続けられるよう、私たちもできる限りの応援をしていきたいと思います。今回も勝利を喫した井上尚弥選手ですが、9月頃サム・グッドマンと防衛戦をやります、交渉中ですと試合後に紹介しました。グッドマンはマイクを握って、世界チャンピオンベルトが欲しくてここまでやってきた、絶対やろうぜと約束。 WBC でも7位にランクされるグッドマンは18戦全勝 8KO の25歳。今回視察のため来日していました。井上選手がまとめたベルトのうち IBF と WBO でランキング1位を占めるサム・グッドマン。グッドマンは1998年10月10日、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、アルボインパーク出身の25歳、身長、リーチとも169センチ、プロ戦績は18勝8 KO 無敗、WBO 世界 S ウェルター級王者、ティム・チュー、豪州と同じ現地の、ノーリミットボクシングプロモーションズ、傘下でキャリアを進めています。彼が2団体でトップランカーに君臨する理由は、IBF に関しては今年6月、
井上選手の対戦相手として一時注目されたライース・アリーム米に IBF スーパーバンタム級1位決定戦で判定勝ちを収めたことが影響しています。また WBO に関しては盟友で2世ボクサーの中が現在豪州ナンバーワンの人気選手で、ノーリミットボクシングが WBO と強いパイプを構築してたことが大きいと思われます。少年時代オーストラリアンフットボールをプレーしていたグッドマンはボクシングの魅力にはまり、アマチュアで100戦以上のキャリアを積みました。4度国内チャンピオンになり、2017年にはドイツ・ハンブルクで開催された世界選手権に出場します。しかし東京五輪出場が叶わなかったことからプロ転向を決意。18年4月タイ人選手に2回 TKO 勝ちでプロデビュー。21年12月に WBO オリエンタルスーパーバンタム級王者につくと、翌年5月布施文也選手との決定戦で10回判定勝ちし、 IBF インターコンチネンタル同級王者にも君臨。現地のアンソニー・コックス記者がグッドマンの試合に対して、井上タパレスの勝者にターゲットを絞るサム・グッドマンが無難な平凡な勝利で2023年をクローズと記したように、正直井上と対峙するにはインパクト不足が否定できなかったそうです。記事に関するコメントでも、ファンがグッドマンが妥当な勝利でも、最近の2試合は目立つものではなく井上にトラブルをもたらすとは思えないを記しています。それでもグッドマンとスパーリングの経験が豊富なジェイソン・マロニーは、サムはものすごい才能に恵まれている、彼との手合わせはいつも素晴らしいものになる、彼はすごくクレバーでスキルとスピードがあり距離のコントロールに瞠目すると称賛を惜しみません。井上とラスベガスで対戦し7回 KO で散ったマロニーは、サムはワールドレベルの相手との貴重な経験だけが必要、世界チャンピオンにつくポテンシャルを十分に持っているとエールを送りました。米国でスパーリングで鍛える。グッドマンはドヘニー戦の前ロサンゼルス修行を実行。2階級制覇王者ジェシーバムロドリゲスネリと WBC スーパーバンタム級挑戦者決定戦を行ったアザトホバニシアンアルメニアラとのスパーリングで向上を図りました。帰国後もアメリカンファイターたちからこちらへまた来いとリクエストがあったというから、本場でもインパクトを残したのでしょう。また以前英国へ出向き、井上とバンタム級4団体統一戦を行ったトール・バトラー A とのスパーリングも体験したそうです。ポジションを固めるだけでなく、モンスター井上挑戦の準備を着々と整えている様子が感じられます。グローブを握った当時はマイク・タイソンとロイ・ジョーンズ・ジュニア共に米なアイドルでしたが、2012年のロンドンオリンピックを見てからすっかり虜になったと、3階級制覇王者ワシル・ロマチェンコとヘビー級3団体統一王者オレクサンドル・ウシクの2人のウクライナ人に傾倒、それとドミトリー・リボルもグレートだとスキルに秀でた選手にグッドマンは憧れを抱いているそうです。ヨカは友達と止めどなく食べることが好きと、グッドマン趣味はイタリア製のオートバイデュカティを乗り回すことだそうです。流戦の後1年後には世界チャンピオンになっていたいと宣言した世界一位モンスターの後ろ姿を追いかけます。いかがでしたか。今回は井上尚弥選手とネリ選手の世界タイトルマッチをめぐる話題やボクシングにおける網膜剥離の恐怖についてお伝えしました。試合の裏には私たちの知らないドラマがあるのかもしれません。選手たちの健康を心から願うとともに、彼らの勇姿を心に刻んでいきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。